皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM はクイーン、王女様というものを選ばせていただきました。さてさてさて、皆様、ライブの当選結果出てますよね。まあ一晩経って起きたところだと思うんですけれども、いかがでしたか？ね、これはすっごい競争率だったんで、まあ外れた方の方がね、まあ圧倒的に多いとは思うんですけれども、まあ戦うとはね、本当におめでとうございます。いやー、でも私の視聴者様でもね、当たりませんでした、外れましたっていうコメントね、たくさんいただきましてね、やっぱり残念ですよね。次々、はい次とは言いますけれども、本当にそういう気持ちあると思います。でそんな私はまあ申し込むことさえできなかったっていうねそんな当たった外れたの、そういう何悔しい思いさえもできないっていう立場なんですけれども、まあでもこれもね、もう海外に住んでいると、もう最初はね、やっぱりそういう申し込めなかったとか、まあライブね、あとグッズも一つも持ってませんよ私ね。あと日本のテレビが見れなかったりとか、ラジオもね、もう最近は聞けるようになりましたけども、まあ聞けなかったりとかね、あとミュージカルの雑誌だってね、まだ届いてないし、実はラサのねCD もまだ届いてないです。カバー聞けてませんっていうので、もうね、もうちょっとなんか慣れちゃった感があって、その悔しさ、最初は本当に悔しいって思いが初めの頃はすごくありました、あるけども、もうそれも慣れちゃうもんなんですね。諦めっていうんですかね、まあそういうのもあるんですけども、でもね思ったんです、今回、あ、そっか、そういう悔しいものをずっとしてきたから、余計今回風さんがねロサンゼルスに来たっていう時の喜びがね、もうその悔しい思いをしてきた分、喜びも倍増してるんだなっていう気がします。そしてそのロスに来たっていう時のね、皆様の反応、私ね感動しました。もうみんなね、自分のことのようにもう喜んでくれて、本当に、まあ妬んでる人はコメントくれないだけかもしれないんですけれども、いや本当にもう私も自分のことのように嬉しいです、飛び上がること嬉しいです、もうエミさん本当に良かったですねって、本当に皆さんが喜んでくれて、私は本当に嬉しかったんですけども、感動いたしました、その皆様の優しさにね。それで今回も風さんの行った場所にね、私も3日連続いろいろ行きましたよね。えこんなに出歩いたのは、まあ、ロサンゼルスに、まあ、ずっと住んでますけども、そんなにないなとは思うんですけども、まあ、このエネルギーもきっとね、そういうことから来ているのかななんて気もするんですけれども、ということを考えると、まあ、特にこれね、昨日配信したこの動画ではね、私この場所を見つけてベニスに風さんがね来てくれたっていうのをね知った時に、私ね、まあ、たまたま1週間前のね土曜日ですよに、私がベニスに行って風さんを知ってますかっていうインタビューをねした動画を上げてたので、なんとなく風さんからねこうありがとうって言われてる気が、勝手な解釈なんですけども、気がしたね、本当にもう嬉しくってねっていうこともあったんですけれども、そういうことを考えると、なんかね、ま、悔しい思いがあったから、この喜びもあって、もうなんか今は本当に報われたなっていう気がしてね、もうそれを考えると全てのことに意味があるなって、もう綺麗事じゃなくて本当にそういう感じがしました。ということで今回いろいろとね考えさせられたんですけれども、でもそんなこと言ってもね、やっぱりね外れた方はね悔しいですよね、きっと一晩寝てもそういう思いはあると思いますが、まあね、まあ、時間が経ったら、まあ、さあ次と行けるといいですね。そして当たった方は、これは本当に奇跡的な倍率の中ね当たるというのはすごいことです。教えてくださいね
本当におめでとうございます。一緒に喜びたいです。ということで、もう3日間私は出かけまして、今日はねさすがに家にいます。というのも、こんなコメントをいただきまして、さわやかさん、こちらに宇多田ヒカルさんが初めてフェス出演です。日本時間明日の朝、 YouTube 配信と宇多田ヒカルさんからの連絡でした。清美さん、今ヤフーニュースにこちらフェスに宇多田ヒカルさんが出演と出ました。16日だそうです。ギリギリの発表もあるんですね。風さんは出演はないかもしれないけど目に行ったりしませんかね。ということで、宇多田ヒカルさんが出演するということなんですけども、宇多田ヒカルさんといったら、このね風さんが一緒に写っているこちらのプロデューサー AG クックさんが、宇多田ヒカルさんのねワンラストキスという曲を共同プロデュースしているんですよね。なんかちょっとこれ匂わせてませんか。それで宇多田ヒカルさんもコメントを出していますけれども、88 Rising のショーに誘われてちょっと好調出ることになりました。ライブストリートも見れるよ。日本時間4月17日日曜日、朝の10時45分からっていうことでね。そしてこの88 Rising のショーンさんっていうことなんですけども、そもそも88 Rising というのはアメリカを拠点とするアジアのカルチャーシーンを世界中に発信するメディアプラットフォームです。創立者のショーン・ミヤシロは、88 Rising は音楽レーベルでありながらマネージメント会社、映像制作会社、そしてエンターテインメントカンパニーでもあると説明する。アジア系アメリカ人などアジアにルーツを持つアーティストを擁することで知られ、アジア初のヒップホップ R&B をリリースし続けている。主軸となる YouTube チャンネルの登録者は2020年現在400万人を超える。ニューヨークを拠点にロサンゼルス、そして上海にもオフィスを構える。2019年1月初の来日公演を果たしたということでね。宇多田ヒカルさんが言ってるショーンさんというのは、この88 Rising の設立者の方で、そして宇多田ヒカルさんもこの88 Rising の一人として出演するということだと思うんですけども、まあ、こう考えるとね、まあ噂には立っていることですけども、もしかして風さんもそういう感じでね、サプライズ出演する可能性もねなくはないですよね。ね、特にねこのプロデューサーも宇多田ヒカルさんと関係してる方とね今もうバッチリ関わってますしね。ということでね、まあ、でも見に行ってはいるかもしれないですよね。いや、いるでしょうねっていう気がするので、まあ今日はねおとなしくね家にいて、そしてこれすごいチケットも結構するんですよね。この前も私動画でご紹介しましたけども、安くても、まあ、3万円でも200万円ぐらいまでのチケットがありますけども、それを今の時代 YouTube でタダで見れますよ。全世界ですよ。すごくないですかこれ。ということで、これは見るしかないということで、私も今日は家でゆっくりと見ようと思うんですけれどもね。それでね、まあ、このフェスティバル昨日から始まっておりますので見たんですけども、この YouTube で生配信するっていうのは今回が初なのかどうかちょっとわからないんですがね、このコメント欄見てたらね、結構みんなシビアなんですよね。まあコメントだからなのかわかんないんですけども、いや、このコメント結構大事だなと思いましたね。いや、すごい人にはみんな温かい声援もありますけども、まあすごいんだと思う人にもね、結構シビアなことみんなバシバシ遠慮なく言ってますよ、英語でいやいやいやと思いまして、それでね、まあ宇多田ヒカルさんは出演します。これは決まってます。もう日本人として応援したいです。応援するとしたらもう YouTube で応援できるんですよ、コメントでね。なのでもうぜひね、皆さんコメントで応援してほしいと思うんですけど、それでもしですよ、風さんが出るとなったら、これはもうコメントで応援するっきゃないっしょみたいな
でね、まあ、英語でなくても日本語でもいいですよ。もうハートだマークをバババーと書くだけでもいいですよ。でも結構このコメントの影響っていうのもね、全世界の方がこれ見てると思いますから大きいんじゃないかなっていう気がしてね、いるんです。なのでもう今日はもう皆さんでこのね YouTube で応援しませんか、コメントでという提案でございますね。いや本当に楽しみですね、どうなるんでしょうか。そしてこちらね、あの YouTube に行きますとチャンネルが3つありまして、宇多田ヒカルさんが出演するのはチャンネル1になりますので、そちらの方をね見ていただくことになると思います。こちらリンクも概要欄につけておきますね。そしてこのチャンネル1ではね、本日最後にビリー・アイリッシュのパフォーマンスもあるんですね。これは本当に大きな目玉の一つだと思うんですけれども、これは風さんもねカバーしておりますし、先日もビリー・アイリッシュがすごく好きだっておっしゃってましたよね。私も訳しましたけれどもね、で私も大好きなんです。なのでもうこちらの方を見ようとすごく今から楽しみなんですけども、こちらは日本時間で17日日曜日の3時半からになります。ただで YouTube で見れるなんて本当に素晴らしいことですのでね、皆さんも楽しんでくださいね。そしてぜひみんなでねコメントでね応援できたらいいですね。そしてこちらはね、私の妹が作詞作曲した両手を広げてという、まあ、手放しの歌ですけども、まあ、こちらに合わせてね皆様の両手を広げた写真を大募集しておりまして、この締め切りが18日明日になります。すでにねたくさんの方から写真を送られてきておりますが、こちら本当にね動画ね作っててね感動してますので、画面の中だけでも皆さん本当につながっている感じがしてね、とっても素敵なんですね。なのでもし私もこの動画でね皆様とつながりたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、概要欄に私のインスタとイメールアドレス、書いてありますので、両手を広げた写真送ってくださいね。締め切りは4月18日月曜日になります。両手を広げて手放してみんなでつながりましょう。よろしくお願いいたします。そしてですね、4月の17日日曜日はですね、アメリカではイースターになります。イースターはまあみんな教会に行ったりとか、子供たちはエッグハンティングって言ってね、こう卵の中にこうキャンディーが入ってるのをこう拾ったりとか、あとはイースターバニー、あのうさぎちゃんとね写真撮ったりとかねまあいろいろなことをするんですけれども、カズさんもね何かこうイースターのイベント何かするんでしょうかね、ちょっと興味津々ですけれども、そんな写真も上がってきたら面白いなと思いますが、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。エミでした。ではまた。